日にきらめく水面が輝きを失った頃、凱旋者は小さな離れ小島へとたどり着く。ひとときの揺れぬ陸地のありがたさに感謝しながら、一行は穏やかな一夜を過ごす。何しようか。神王が決する日にまた一日近づく。ルイの手の者がビルガ島へ。工事人から知らせが。ジョアンナを連れてきたあのエルダの少年です。ルイについたわけ。狙いは竜神の槍か。おそらく聖教父が手を出しあぐねる土地のものを奪えば話題になると考えたのでしょう。滑稽ですな。我らが島に手を出さぬのはあんな未開の集落に興味などないからだというのに。ゲーか。いや、こちらのことだ。もし奴が槍を得たとて何も揺るぎません。聖教祭で芸家の権威はもはや盤石となりましょう。神義の起源も全ては聖教にあると定め直すか。そうだな、それでよい。聖教祭に集う候補らは王の魔法の庇護下に、中にはそれを盾に狼藉を働く者も出るやもしれん。心得てございます、芸家。この義道万事お任せを。おう。海の怪物の脅威を辛くも切り抜けた一行は、内海の海流に乗り、目的地ビルガ島へとたどり着く。ビルガとは未開を意味する王国本土の標準語であり、島民たちにとっての名前ではない。自分たちは島を一方的に異端とみなしてきた本土からの招かれざる客だということ。それを忘れれば無益な衝突は避けられない。凱旋者は息を潜めるように人気のない裏手の岸壁へと身を寄せていく。早くも蒸し暑さでうだりそうだ。耳の毛がべとつく。なんでこっちからなの？向こうに綺麗な砂浜あったじゃない。我慢してくださいって背後から行った方がやりやすいっしょ。誰もやらん。まったく。
正面から挨拶しても警戒されるだけだろうからな。まず槍のありかを確かめる。外戦車はまあこの辺なら見つかんねえだろう。周り海だしな。化け物にやられちまったし、俺はここで整備しとくぜ。槍探し頑張ってきてくれ。誰そこにいるの？外から来た人。どうかしたの？船酔いのしすぎじゃないの？先が思いやられるね。で、どうやって槍見つけんだ？住人に紛れて情報を集めと行きたいが、噂通りムツタリ族だらけなら紛れるのは難儀かもしれない。そうだな、まずは人前へ出ずに隠れて里を観察するとか。かったり、何日かかんだよそれ。っていうか実際私たちいつまでこの島にいられんの？そうだな、アルタベリーへの到着期限を考えると9月5日までには槍を手に入れて離れたい。一日でも早く離れたいところだ。行くぞ。ねえ、これもしかして同じとこぐるぐるしてない？どうやら迷ったな。嘘でしょ、こんな場所で迷うとか。そうなんじゃない？もう服の汗が絞れそうよ。変な虫は多いし最悪。腹減った、冷たい水に頭突っ込みて。いちいち声に出すな、みんな我慢してる。ちょっと待て、近くで流水の音がする。少し開けた場所のようだ。泉か何かかもしれん。マジか、もう即行こうぜ。そうだな、どの道迷ったわけだしな。飲めるわ、オートの水よりずっと澄んでる。いや助かるぜ、塩でベッタベタでよ。ちょっと、あなたは誰？聞こえるの？やはり竜神様の見つかりなのですか？どうかしたのか？気のせいみたいな。里の人とか？あなたは巫女様。兄貴、行くぞ。そなたら島の者ではないな。ちょっと待て、捕らえよう。神妙にせよ。そなたら王位を望む候補者だな。ふん、竜神の槍を奪いに来たか。天津さえ巫女様の清めの泉に忍び込むとは、計るまでもなく死罪である。いきなり死罪と来たか。落ち着け。第一、候補者は殺せないぞ。王の魔法を知らないのか？見え透いた命乞いを。おい、巫女様の準備が整ったそうだ。観念せよ、どの道出られん。どうすんのこれ。あの兄弟はうまく逃れたようだ。きっとニューラスに状況を。ふん、どうだかな。連中拙者たちより槍が優先だろう。いいじゃない、槍なしじゃどの道先はないんだし。頼る前に考えましょう、兵隊の隙をつく方法とか。そういえばここの兵隊、一目で候補者と見抜いたり、嫌にこっちの事情に詳しかったな。そいつは多分俺のせいだな。
ちょっと荒っぽく質問されたもんでね。奇遇だね、こんな場所でとは。確か、聖教の工事人の。ええ、少しくらいは聖教府のご意向が通じるかと思ったが、問答無用で捕まっちまった。何しに来たんだ。決まってるだろう。単身でビルガ島に渡るような大バカが出たと聞いちゃ、追いかけるしかない。例のムツタリ候補の船に忍び込んで、うまいこと島に潜入できたと思ったんだが。バカはどっちよ。呆れた。なんで工事人がそこまでするわけ？いい機会だと思ったんだよ。聖教の正しさってやつを確かめるにはな。ま、焦らず待とうぜ。そのうち隙も見つかるだろう。ここの連中、どうやら一枚岩でもないみてえだしな。聞いたか、聖教は神器を奪ってこいと触れを出しているそうだ。なんたることを。龍神様のお怒りはそのせいではないのか。皆の衆、案ずるな。どうか静まってくれ。エディン様。定期船以外の手段で勝手に島へ入り込んだ違法者たちは全て捕らえた。報告では一人は候補者、一人は聖教の工事人だそうだ。目的は龍神の槍だろう。聖教は我らへの手出しを控えていたが、ついに手を伸ばしてきたと考えるしかない。やはりか。教えを汚すなど恐れ知らずな。フォーデンめ、神器という証を奪うことで何も言えなくするつもりなのだ。エディン様、そやつらを死罪に。いつ裁きを下すのですか。待て、捕らえた者たちは島民を傷つけていない。何をためらうのです。教えを汚す者たちなど逃げとすればよいのです。家畜がおかしくなる流行り病、海も怪物騒ぎで漁に出られず、最近では畑まで不作に、龍神様に静まっていただかねば、もう生きてゆかれませぬ。太古より島に災いありし時は、龍神様に贄を捧ぐべし。誰もが知る古くからの教えのはず。皆落ち着くのだ。裁きにかけるのと生贄にすることは。エディン様、過去を繰り返すおつもりですか。お言葉ですが、エディン様は国王の座を諦め戻っていらした。それはニエの教えに従うという決断ではないのですか。そのように龍神様を疑い煮え切らぬことをなさったせいで、父君と母君も。言うな。エディン様、どうか煮えよ。我々にこのまま何もせず死ねと。兄様、良いのです。先ほど泉にて煮えとなるための禊を済ませました。ユーファ、私は巫女。生まれた時より龍神様の最良の煮えとなるための命、むしろ誇りに思います。平和な時代の巫女たちと違って里にご恩を返せるのですから、島が救われるならこの命喜んで差し出しましょう。おお、さすがユーファ様。我らのためにお命を。これできっと龍神様の怒りも静まる。ユーファ様こそ最後の希望。ユーファ様、我らに救いを、我らに未来を。船を用意しろ。槍のある竜宮神殿の祭壇までは私も同行する。竜宮神殿か。そこに槍があるみてえだな。軍務の資料で読んだことがある。ビルガ島は無人の軍島に囲まれていて、その一つが丸ごと神殿になってるってね。無
人道？物好きな連中だ。よくそんな行きづらいとこにでけえ神殿作ったな。さてね、島の連中が作ったのか、それとも見つけただけなのか。ともあれ、船がいるな。だったら早いとこあいつら助けちまおうぜ。広場が騒ぎになってる今なら手薄だろう。おいおい、兄貴、助けないとか言わねえよな。ジュナさんいいんだぜ。ジュナさんを助けるさ。兄貴、一時の情に飲まれるなよ。裏切り者かもしれないんだ。俺についてくるんだろ。なら余計なこと考えるな。全部俺に任せ。兄貴、まさか海の時の。なんでもない。焦らず日暮れまで待つ。夜陰に紛れていくぞ。ジュナさん、ナワト君ね、じっとしててください。騒ぐなしろとは。助けられちゃった。槍のありかは分かりました。ずらかりますよ。じゃ、みんなのも解いてよ。俺たちの仕事はジュナさんの護衛なんだ。は？何急にせこいこと言ってんの？こいつら信用できないって前に言ったでしょ。おまけにやすやすと捕まってジュナさんのことも守れてない。あんただって彼がいなきゃ海で死んでたかもしれないでしょ。兄貴、彼もルイ様が命令を託した味方同士よ。あんたが勝手に死なせていいの？私も彼を見届けるってルイ様と約束したし、顔潰さないでほしいんだけど。そうそう、一つ寛大に行こうぜ。でもって俺の縄もついでに解いてくれるとありがたい。聖教のクソなんか助けなよ。イラつくな。声でかいんだよ。よく言われる。邪険にされたら悲しくてもっとでかい声が出ちまいそうだ。黙らすか。やめとけ兄貴、余計な騒ぎになる。こいつらだっていざって時は盾にでも何でもすりゃいい。槍が手に入るまで手勢が大いに越したことはねえだろう。槍のありかって危険な場所なの？なんつうか、竜神の槍の竜神って迷信じゃなくて本当かもしれねえんですよ。泉にいた娘はそいつの生贄だそうです。里の連中のビビり具合からすると実在って可能性も捨てきれないってか。ドラゴンが相手かもってこと？バカ、冗談じゃないわ。全員の名は解きなさい。あんたたちと私だけでやれると思うの？わかった、わかりましたよ。おい、きっちり役に立ってもらうぞ。望むところだ。腹立つくらい前向きだな、お前。ほろっと死ぬなよ。じゃあほら、解いてやるからこっち来い。お前は最後だよ。島の広さから見て集落は一つだけだ。オサはエディンとかいう若い男。エディン、いつかのムツタリ族の候補か。島のオサだったとは。生贄の娘はそいつの妹らしい。無人島にある神殿へ捧げに行くそうだ。槍もそこだ。自分の妹か。怒りを鎮めるんだってさ。竜神は島の信仰対象で、災いはそいつが怒って暴れるからなんだって。本当なの？そんなわけあるか。けどその存在まで迷信かは何とも言えない。そうね、竜神の槍が神器だってのが気になるわ。もしその神殿で見つかったものなら、多分神殿も遺跡、
ドラゴンがいても不思議はない。たとえ実在でも生贄など馬鹿げている。何のためだろうと人命であがなっていいはずがない。黙れよ騎士崩れ。島の外には生贄なんていないと思ったの。今まで何を見てきたんだ。俺に言わせりゃ自覚的に生贄を捧げてる分こいつらの方がマシだね。そうかもな。いつだって人はたやすく来る。善悪は関係ない。だが無駄な死なら黙って見過ごせない。ああ目的を履き違えるなよ。狙いは槍だ。背負えもしないことに首を突っ込む。自ら命を捧げる民か。単なる未開の土地と思ってたが、ここはまるで俺たち聖教の鏡写し。表と裏だ。槍はもちろん手に入れるさ。だが死人も出さない。それならいいだろう。最初に言ったはずだ。困っている者には手を差し出す。例外はない。そうだな。ああもちろんだ。気持ちのいい答えだ。そうだな。それが我々らしい。ではまず凱旋者に戻ろう。カイロで神殿のある島へ向かうぞ。諦めなさい。助けてくれ妹。助けてくれ妹ユーファを。神殿がマグラに。おいしっかりしろ。呼吸が浅いな。今マグラって言ってた。何があったんだろう。ひとまず凱旋者へ。いや深手すぎる。手当ての道具がない。里へ運ぶしか。は正気。こっちは牢から抜け出すためだよ。見殺しにできるか。わけわかんないお前たち。いやこれはむしろ好機だ。島の長なんだろ。命の恩人になれば追われる身を出して里の協力も得られるかもしれない。なんだそれ。槍のありかもうわかってんだから奪えば済むだろ。じゃあこうしましょう。私は彼についてく。見届け役だしね。あんたたちはその私を守って。護衛役でしょ。はあ、勝手にしてください。けどいざとなったら見捨ててでも槍を奪いに行きます。結局俺が信じるのは家族とルイ様だけだ。バトリン、早速だが救った恩を返してもらう。状況をニューラスに伝えてくれ。正直戻れるとは限らない。めちゃくちゃだなおい。だが嫌いじゃねえよ。頼まれたぜ。凱旋者はこの先だな。よし俺たちはこの男を里まで運ぶぞ。手を貸してくれ。オサ殿。私は助かったのか。私の宿屋の一室でございます。そのこの者たちがオサ殿をここへ。驚いたな。よく見れば君らだったか。追われる身でよくここまでたどり着いたな。連れの二人がおとり役で辺りの兵士を引きつけてる。その隙に忍び込んだだけだ。オサ殿、何があったのです。妹君は。神殿にはたどり着いたが、異様なほどマグラが立ち込めていて、凶暴に変わり果てた生き物たちが。それってまさか強化が起きてるってこと。護衛たちはたちまち壊滅。
ユーファとのはぐれ、私だけ海へ逃がされた。なんと。ではすぐに新しい兵の手配を。このままでは儀式が。ダメだ。島の兵ではかなわない。犠牲を増やすだけだ。ですが。その役目、拙者たちが変わってもいい。槍にはこちらも用があるし、怪物には慣れてる。だが行く前に確認しておきたい。そなたの妹を見つけたとしてどうすればいい。生贄の儀式を手伝えばいいのか、それとも生かしてここへ連れ帰るか。連れて帰ってきてくれ。神殿の島へ立つとき、本当はユーファを逃がそうと思っていた。だが言えなかった。あいつの目には恐怖も迷いもなくてな。その時悟ったよ。我らがユーファに背負わせてきたものは島の命運なんかじゃない、我々自身の不安や恐れだったんだと。ユーファを頼む。たとえ生贄の儀式に効果があるんだとしても関係ない。救ってくれ。我らの課した呪いから。よくぞ言った。それでこそ島の王者だ。任せておけ。必ず救い出してやる。それでいいな。ああ、もちろんだ。そうね、見捨てたんじゃ私たちらしくない。よし、あんたの妹は俺たちが助けよう。その代わり、竜神の槍をしばらく貸してくれないか。いいだ。何よ、あれは信仰の象徴とも言うべきもの。ユーファを救う力があるなら黙って槍を奪うこともできたはず。なのに私に了解を求めてきた。信じよう、彼らにはきっと信念がある。ですが、ムツタリでない違法のものに。種族は関係ない。信じるべきは人そのもの。島の外で競争に参加して私が学んだことだ。待って、日帰りで救うなんてわけにいかないわよ。その妹さんは無人の神殿で生き延びられる？神殿内はあいつの方が詳しい。安全な場所に逃げ込んでいれば可能性は十分ある。島に渡るとき供物と一緒に食料も持たせた。少なくとも3週間くらいは飢えたりしないはずだ。ユーファは巫女、儀式が整わないままいたずらに命は投げ出さない。君らの咎人の身分は私が解いて、協力は惜しまない。どうかユーファを救ってくれ。なんとか牢屋に逆戻りだけは回避できたな。それどころか、なかなかの宿だ。ここなら虫の心配もなさそうだ。いや、ブライハーベンに泊まったのよね。どんな安宿使ってたの。ようやく堂々と外を歩けるな。ルイから離れないことも大事だが、そのためなら誰に憎まれてもいいってわけじゃないからな。そうね、王子の呪いを解いて終わりじゃないもんね。新しい王様としてちゃんと国民から認めてもらわなくちゃ。後々のことを考えると、槍探しの合間に人助けや他の候補者の牽制なんかにも気を配った方がいいかもな。おさとの話は済んだみたいですね。ご苦労様。さすがね、あたりの兵を全員引っ張り回してケロッとしてるなんて。森の中でパリパスの戦士を捕らえようなんざ誰にもできやしねっすよ。槍の入手が最優先。そこブレてないんでしょ。なら他はどうでもいいっす。よし、状況を整理するぞ。目的地は竜宮神殿のある無人島だ。そこにある神器竜神の槍を手に入れる。だが同時に巫女のユーファも見つける必要がある。はあ、人助けなんかしないっつったの。エディンの話では槍が神殿のどこにあるのか詳しい場所は秘伝で、巫女本人しか知らないそうだ。めんどくせえな。
あと厄介な点が2つある。1つはおそらく神殿に強化現象が起きていること。きっと中は怪物の巣窟だ。そしてもう1つ、竜人が実在のドラゴンである可能性がある。もし戦う羽目になったら大事ね。出くわす前に力をつけといた方がいいかも。競技会の期限を忘れんなよ。それを過ぎればルイ様はお前たちが裏切ったとする。そうなると期限は17日間ってところか。それ以上は巫女が生き延びられる保証がない。あの、失礼します。そのユーファ様を救いに行かれるとか。お前らが死んでこいって送り出したんだろ。そうですね、その通りです。でも誰もが生贄に賛成してるわけじゃないんです。うちのこと同い年の娘が進んで死のうとする、そんなのありがたがるなんて間違ってる。どうか巫女のことは任せておけ。約束は守る。皮肉なものだな。我らは槍を奪いに来たのに、逆にそれで巫女が助かる話になるとは。拙者の時と同じだ。捕らえに来たお前たちに救われた。自ら閉じた扉ほど自分では開けられんものだ。じゃあ明日からに備えてとっとと休みましょう。遭難するわ縛られるわで本当疲れた。神王が決する日にまた一日近づく。